昔からと思われる飲み屋が左に1軒、右に4軒現地に残る英文の看板右上の NTT の新プレートは楽天地、左下の電電校舎の旧プレートは無門岸入口左からパン屋と床屋西城町楽天地は東京都立川市の赤線。現在の西城町一丁目15番。西城町楽天地は風俗街としての性質を担っており、戦前までは 陸軍の各所、戦後は、米兵の赤線地帯として栄えた。1922年、陸軍の飛行第五連隊が、立川飛行場に移駐し、立川が、いわゆる軍事都市となった。住民の階層によれば、この後1925年頃に、立川市芸技産業組合が設立され、西木町一丁目15番に、芸者置屋が設置されたのが、西木町の始まりだという。 この動きにはおそらく軍の要請があったものとされる。また別の文献によれば、1927年に二行地許可が出た後、1930年に当時は、桑畑だった西木町に店ができたのが始まりだという、芸者置ャは約30軒があった。しかし千人色の強まった1940年頃から飲食業は衰退した。 変わって1944年1月に、須崎から業者が入り、西木町は、西木町楽天地と呼ばれる赤線地帯となった。この時代は48県に185名の娼婦がいた。1945年9月、立川に、米軍第一騎兵士団が進駐し、立川飛行場は接収されて、米軍基地となった。米軍進駐直後から、立川の街頭には、 外省が立ち始めた。この時期の外省はもともと借婦や芸者だったものであり、素人女性はいなかった。基地周辺には外省に夜間のみ部屋を貸して、収入を得る家が20軒以上あり、その一部は西城町に位置した。1945年10月、立川駅の北側、明けぼ町に中流軍向けの事実上のやん所となった、キャバレー、立川パラダイスが、 中野木助によって設けられた。こうした施設には、ダンサーとして雇われた者がおり、売春は行わない建前であったが、経営者の強制や、米兵の暴行を契機にこうした者も、勝負となっていった。米兵は、人妻であろうと年少者であろうと考慮しなかった。新中軍の施設で、メイドやタイピストなどとして働いていたところを米兵に暴行され、外傷となった者もいた。 当時、新中軍の通訳であった、水野博氏は、こうした女性の手記を集めた、編著、死に望んで訴えるにおいて、米兵による強姦は、日常的であったこと。米兵側は、日本の女性はそう抵抗もせず、強姦しやすいと主張していたものの、抵抗すれば殺され、日本人で助けようとする男がいれば、処罰されるのが実態であったことを記している。パラダイスは、ほどなく閉鎖され、 米兵は他の徳員外に流出した。働いていた女性は、鹿島市と交渉し、同居の上で娼婦として働く、パンパン宿と呼ばれる形態が始まった。基地周辺の立川駅北口には、米兵相手のキャバレー、バー、パンパン宿、ホテル、旅館が林立し、西木町にも同様の施設が作られた。人種差別のため白人兵と黒人兵は自然に住み分けがされ、 西城町は主に白人が利用した。米兵がパンパン宿で暴れることもあり、西城町のパンパン宿主が綿棒を振り回して、牽制したところ、日本兵による切り込みを早期して米兵が退散したことから、近隣のパンパン宿で綿棒を置くのが流行した。米軍中流下の立川は、軍関係の取引で景気が良く、赤線業者、パンパン業者たちは、横須賀島の他の地区からも、 勝負を集めた。1947年頃には、特殊女性の数は600名を超え、その後数千人規模にまで増加した。実数についてはまちまちであるが、1000人、1700人から2000人、3000人、5000人といった報告がある。この頃、西木町では1952年の調べで28業者、160業婦がいた。 また1956年8月調べでは48業者181従業員数を数えた。業者は家主の夫婦が娼婦を2、3人置いている程度の零細な規模が一般的で、西旗町には5、6人置く業者がいたが、これは多い方であった。1957年、売春防止法が施行され、猶予期間の終了する1958年4月までに、 赤線は廃業させなければならなくなった。商府の構成や業者との調整を進め、赤線を円滑に廃止するため、各地で婦人相談員が任命され対応に当たった。立川でも都民政局の現職員が任命されたが、西木町、羽衣町の赤線2カ所のほか青線や多くの外省が存在する立川を1名で担当したため、業務は多忙であった。しかし業者との交渉は、 比較的円滑に進んだ。これには、当時の西城町特員組合の組会長が、軍の要請で、区役所を辞めて、西城町で遊郭を営むことになった人物で、仕事を嫌っていたことが、背景にある。この組合長の寄与もあり、1958年1月には、廃業の見通しが立ち、2月26日、西城町の赤線業者はこの日をもって廃業した。 この日まで残った業者は、羽衣町と合わせて72件で、勝負は170人であった。廃業後、西木町の赤線業者は主にバーや酒場に転業した。当初日本自動車学校の寮を誘致する話があったが、西木町はバーや酒場の存在により避けられ、寮は羽衣町に置かれた。西木町の業者の転業例としては他に、鹿島屋旅館、 変わった例では委員に転業した業者もいた。一方、売春がなくなったわけではなく、市内の別の場所で外省として、客を引く商婦は引き続き存在した。立川、序の暮らし、聞き書きの会の原は、解放し、紡ぐ掲載記事文末で、公的な売春地区はなくなったが、売春自体はなくなっていないとし、さらに売春は、人間の尊厳を犯すものとして、これが、 未だ許容されている日本の現代社会について問題を投げかけている。ありがとうございます。